イングリッシュグレイハウンドとは、イギリスのイングランド原産のサイトハウンドである。世界中で最も有名なグレイハウンド犬種のため、単に、グレイハウンドとも呼ばれている。ヘンリー7世王の紋章、チューダー家のルーツであるウェールズを象徴する石流と、ヘンリー7世の爵位リッチモンド伯爵の象徴として、白いグレイハウンドが、サポーターに描かれる。下部には、 両家の優雅を象徴する紅白のバラが描かれる、イングリッシュグレーハウンドの最も古い先祖は、紀元前5000年以前から存在していた古代、エジプトの古代犬種、チズムであると言われている。それが商人などによって、イギリスへ渡り、改良が進められた。それによって美しいボディと俊足を手に入れ、上流貴族から広く愛された。現在のドッグショーのように、美しさを競い合ったり、 うさぎ狩りに使われていて、その中でも、最も優秀な飼い犬にはご褒美として、主人と食卓を共にし、主人と同じ豪華で贅沢な食事をしていたという記録も残っている。イングリッシュグレーハウンドは後にドッグレースにも使われるようになった。大まかなシステムは普通の競馬と同じで、賭けが当たったものには賞金が出された。しかし、レースに使われる犬の待遇の悪さなどから、 動物虐待であると指摘され、現在はあまり頻繁には行われていない。二度の世界大戦、及び革命や市民の暴動などが起きた際には、数多くのイングリッシュグレーハウンドが市民によって虐殺された。このことは他の貴族用犬種などでも起こったが、イングリッシュグレーハウンドに対する圧力はひどい方であり、人気犬種から一気に絶滅寸前犬種にまで、 転落したこともあった。しかし他国に疎開した犬や愛好家の手により復活し、現在でもウサギ狩りや小ドッグ、ペットなどとして世界中で人気の犬種である。日本での登録数は多くはなく、2007年の国内登録等数は144位中95位である。登録数が少ないのは大型犬であること、サイトハウンドであり、 愛眼犬とは異なる飼い方を要求されるなどの理由があるが根強い愛着を持つオーナーは少なくない。また、いろいろな意味で体力が多い犬種であり、かつてイギリスでレース用のイングリッシュグレーハウンドのオス犬が3000頭もの子犬の父になったという逸話も残されている。この逸話を証明する手がかりはほとんどないのだが、少なくとも相手のメス犬は数百頭いたのであろうと。 推測されている。マズル首、胴、足、尾が長く、細身で、流線型のボディを持つ。折れ耳、サーベル型のタレオで、コートは、滑らかなスムースコート。毛色はほとんど制限がない。体高は、オス71から76センチメートル、メス68から71センチメートル、体重はオス29から34キログラム。 メス27から3 0ラムの大型犬。足がとても速く、匂いは少ない。性格は好奇心が高く遊び好きであり思わで忠実。信頼関係ができていない人間は警戒するが、他の動物と争う傾向ではない。寒さとストレスにとても弱い。ありがとうございます。